しゃあねえな。だって俺の方が年10も年上なんだからよ。確かに普通はいかないです。だから配信者スイッチが入るんだっていう。君は何も分かってないんだね。何も分かってなくてもいいです。はい。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。これで18年やってきてるんで。夫人にお前はガチで持ってきてほしいんですか？何を言ってるのか分かんないんですけど、ヒロシさん。ネタに決まってんだろ、あんな。なあ。だるいね。藤井は沼新コラボでかなりイメージアップしましたよ。そうなんだ。アグーじゃねえから、アグだから。おい、パー太郎。ブランド名ぐらいちゃんと調べれ。アグーじゃねえから、アグだから。全然着ないでじゃねえよ。寒くなってから着るっつって本人言ってんじゃねえかよ。アホかよお前。じゃあスネアゴルもブロックでーす。さよなら。ごめんね。もうクソ野郎だから。沼氏もお小遣い3万円もらって喜んでたし。あ、そうなの？まあ、坊ちゃんだったら、それは一概にくれてやるかもしんないね。ああ。やってねえよって俺んとこで言うかもしんない。いやいや、うん、フェルさんありがとうバード決まった。あら。おじさん、結構金持ってるんだね。俺だから一回聞いたことあるんだよ。お前悪い彼じゃねえよなって。逆にお前よ、悪い彼じゃねえよ、大丈夫か。多分俺の感覚では親御さんが結構な財産残してるから生前贈与をしてるんだろうなっていうとこある。ああ、だから 2,3 千万あんじゃねえの。いや、だから予想だよ。事実かどうかわかんないけど、じゃないと、わかんねえじゃん。なんだろう？なあ。
そろそろ坊ちゃん起きてるな、これログって聞いてるで。ママと仲直りし、坊ちゃんと仲直りしてる。うん、夫人さんの会話を見てると相当世間慣れしてる感じがしますってこと？どうかな、まあ、夫人と一緒に、あ、これ内閣ね、夫人は俺とは一緒に暮らさないってもう断言してる。うん、離婚後はご近所さんになるだけだから。夫人に旦那と別れたらどうやって来るのって聞いたら、もう一緒来るかなるって言ってたよ。そんなはいいんだよ、そんなの。いいじゃん、世の中な、世の中いろんな人がいるんだよ。まあそういうものに対してどうのこうの言ったってまた反射ですよ。何言ってんの。好きだね、お船は。お前上がるぞ、お前、おめえだよ。わるわるや、わやれんのか、わとか、お前が言ってんだよ、バカが。あ、俺もね、モンタね、思ったの。俺のマンション、坊ちゃんがどっか空室借りれば、いいかな、みたいな。ウェイとか言ってすぐ来るから、お互い鍵渡し合って、俺も向こうの家行ってウェイ。違うんだよ、ワンルーム借りなきゃいけねえんだよ、バカ。ワンルームでいいんだよ。ここがね、もうね、俺思うんだけど、シンプルな暮らしをすることを求めるようになるよね。だってモンタよ、往復で宅代よ8000もかかってんだぜ、坊ちゃん。なあ、15日も俺んちに通ってんのにいくらなんだよ。あ、月の半分は来てるからな。金目当てだってことはもう夫人にバレてるみたいですね。いやもうそんなの別に金目当てもどうもねえよ。いやだからさ、計算しなくてもいいよ。だから坊ちゃんにとってはその12万なんていうのはあのはした金なんだよ。俺にとってはいいとこ住めるじゃん。ああ、タクシー乗らなきゃな。確かに。ああ、でも、甘い。わかった。自分の
住んでる近所のな、その感覚で言うのやめて。また人の金でマウント取ってる。マウントは取ってないよ。だって別に金じゃねえから。家で籠城してるお前に言われたくない。籠城しながら生きてる俺ですから、よろしく。絶対死なないから、死ぬまで死なないから。あんたワンルームと全然 OK ですから。なんか問題あるんですか。あんたたち行くわよ。いいわね、ケリー。俺んとこ8万ぐらい。本当は7万なんだけど、ペットかの要件を入れてるからプラス1万。しゃあねえな、部長さんいたから。でそのまんまずーっとその金額で来てる。付き合ってる以上生活費が困りませんね。アキラさん、いや、それは俺が坊ちゃんの財布を当てにしてるってこと。俺少なくとも俺自枠でそこそこ稼いでますから。で俺贅沢基本しないから。25日まで辛いだろ。そこに100万円入ってますけど。おい、バカな。税金は来年の3月までに納めりゃいいだけの話だろ。アホか、お前。季節感のない男だね、ガダジャパは。ああ。じゃあ金ないアピール、え、いつ俺が金ないアピールしたの。ギャンにめくられてるから70万は株と傍若。傍若は一切かかってません。坊ちゃんはその件に関しては一切銭金出してないです。俺はこれは坊ちゃんが出したことにして話 つけてやっただけで、別の人が俺に70万突っ込んで俺の名前を出さないでって言われたから、じゃあ坊ちゃんが出したってことにしとこうか。だから知らねえんだよ裏の話は。金なんかどうでもいいだろ、借りたもん返してんだから。出どころなんかどうでもいいんだよ。うるせえよ。じゃあはっきり言ってやれよ、ギャン。お前は俺に金貸したの、くれたんじゃねえんだよ。勘違いすんなよこの野郎。なあ、勘弁してくれよ、本当よ。あのさ、これは放送聞いてるかどうかわかんないけど、
もう俺ね、もうどうでもいいんだよ。ギャルさんとこに預けてるもの全部処分して、で処分費用は俺が請求書を持ってくりゃ出しますんで、よろしくお願いします。もうそれで関わりたくねえんで、よろしくお願いします。はい、花子ブロックです。傍若は俺に対してそんなこと言うわけねえんだよ。じゃあやめりゃいいじゃねえかよ、配信知らねえやんなの。見てねえよ。随分な自信だ。あ、いた。おい。何、激おこぷんぷん丸なの。何を俺怒るようなこと言ったのよ。これ偽物なの。シーヤカだから偽物だな。うん。疲れたって言ってたよ。で、だって疲れるようなこと自分がしたんだから、しんちゃんとデートして。あのあと叩かれるようなこともあってって話じゃん。わしゃあねえよ。炎上するに決まってんじゃん。それに対応できるような自分の強さがないってことよね。人妻の行動をなんでお前が文句言うんだよ。うるせえな。関係ねえんだよ。じゃあ棒どうすんだよ。やるら。俺だって我慢するとか我慢してるよ。文句も言わねえで。腹渡にえくり返るけど、爆発まではしねえよ。納得全くしてないって。はあ、こういうポンプが入るから、だから直接会って話してることが全てなんだよって。俺は会って話してることが全てだから。そうそう、もうリアルで会ってうんうんって、いいよってもう言ってるから。このポンプなの。俺全然炎上してないよ。リアルで昨日会いに来てくれて、まあ残念ながらみんなはあの湯沸かし器にしたいわけでしょ。うん、あもう無理無理、俺動画とかいち見ねえから、あんなめんどくせえこと。うん、めめしい男はモテないよ。すいません、モテるんで、意外と。あんたに疲れたんだよ。わかんねえのか。
配信外でお付き合いすればいいと思います。まあそれはそうなんだけど、利用されてポイ捨てだろ毎回。どうなんかね、まあ使い道がまだあるのかなっていう佐野に、うん、いやまだ使い道あんのかなみたいな。そうそう、カソからしたら使い道あるんだろ、俺乗るからね、いいよみたいな。でももう今ポーちゃんっていう存在があるから、よそは関係ねえから、知ったこっちゃねえし、おもちゃにされてる、誰にされてんの、俺のことをおもちゃにしたやつは全部カットしていってるから。あの盗撮動画ずっと残るのかな、あえてずっと残してる佐野が最高だろうなあ。俺消さないよな。王徳夫人ってなんだよお前、クローバー頭お前言ってんの、ちゃんとすれや。俺は別にうんこの動画なんかな、インターネットに上がってたって別にどうでもいいよ。夫人の心はしんどくないようにお願いします。うん、もちろんもちろん、うん、もーちゃん大丈夫だからって俺は思ってるから。うん、そこに座ってるだけで息吐きさらしてる。まあ別にこれで金稼いでんで、タコさん残念ながらここに座ってるだけでお金が稼げてる事実があるんで、しゃあねえな。お前家にソファーに座って金稼げんのかよバカがよ。おめえなんかそんな魅力ねえだろうがよクソがよ。うん、なあ、みんな俺の財布の中身見たいの？おいちゃんはお金はそんなに持ってねえからな。もう疲れたんだよお前に。じゃあギャリルもう来るのやめりゃいいじゃん、なんで3つも星つけてんの、バカなのお前、アホかお前、もう来ないでいいよな。お前の財布に興味ねえよ。どうもいいんじゃねえ。俺は毎日のんびり暮らせりゃいいだけだから。ギャリル君はもうダメだね。ギャンとダリルのミックスだから。
まあ病気ですね。うん。何を三つつけてよ。張り付きなのかな。気持ち悪いやな、こんなの。は。な。もう、ガチガチだから。普通の人は部屋に引きこもって生きることに喜びを感じないんだよ。俺は部屋にいて配信を開けることで生活が成り立ってるから喜びを感じてますけど、何か。ねえ。これで食ってるんで、ギャンさんに70万は返済終わってますから、はい。お前は精神だから、そういう方向に持ってきたいんでしょ。俺病院嫌いだから行かねえし。あ、お茶のコメントね。うん。これはブロックされたくないやつらが言ってるだけ。やっぱり佐野が好きなんだよ。ブロックされたくないの。こいつらは。茶投げてな。サウザーもう次、チャー投げねえときはブロック入れるからな。お前よ、意外と、な、だったけど、もう邪魔くせえな。クソがよ。気をつけろよ。エイソいらっしゃい。うるせえよ。じゃあお茶投げねえで打てよ。おめえなんかいらねえんだよ、クソがや。なんでみんなお茶投げんの。俺の放送見たいんだろ。結局ブロックされたくねえんだろ。なあ、俺お前ら全員ブロックしたっていいよ。ミラ行きゃいいじゃん、んなもん。めんどくさくねえじゃん、ミラー枠やってんだから。んなもん。あ、違う、茶を投げてるやつ、これは一発の茶を投げてるやつはほぼ全部俺はブロック入れようって思ってるから。だから、ブロックしてやっから、チャー投げねえでコメント打ってみ。俺すぐやるから。やれや。チャー投げねえでコメント打ってみろ。お前らできねえんだろ。俺やるよ。数字なんか、いくら減ったっていいよ。100人もぶっこんでやるよ。
おい、やれよ、ほら、クソがよ。バカなのか、お前は。やれよ。脳が汚れてねえでよ。いいからやれよ、ブロック。ちゃらげてたらできねえの。自分で保険かけてんじゃねえよ。普通に打てや。あ？くったらねえアカウント作ってよ。バカか、お前。うなちゃん。まあ、うなちゃんはお茶投げてるから、これもブロッカーかなって思うんだけど、何を言ってんだよ、さっきからてめえに言ってんだよ、バカ。ウィラード対でやってる、親の介護をしてる。知らないよ、もう。どこでやってんの？もう。死んでねえのな。フラットバアドラブル、決まった。あざす。ありがとうございます。キャスでやってる。知らねえわ。全然任されてないんで、で俺コラボ枠やってっから上がってくれじゃん。アンチなんか誰も上がれねえぜ。お話ししてあげてもいいですよ。ねえ、なんすか。何言ってんのお前。誰も上がれねえんだよ。クソみてえなコメントばっかりだよ。おごるよ。結局上がれるやつなんて誰一人いねえんだよ。クソしてくる。うん。お前らのご期待通りクソしてくるわ。あとおかわり取ってくるわ。コミュ障と話しても時間の無駄だろう。お前時間の無駄を今俺の放送に使ってんだよ、バカ。間違えんなよ。
俺の中ではそう思うけどね。全然聞いてない。なんでかって言ったら相手にしてねえから。おめえらがどこの誰だかなんか知ったことじゃねえんだよ。わかる？まあ俺これ一杯飲んだら枠終わるからだいぶ酔っ払ってきたな。ああ。欲しいんだろ、欲しがるなよ、バカ。よそ行け。先に配信切れよ。じゃあお疲れ様でした。バカが脳が垂れたから切りますわ。お疲れさんでした。失礼します。お疲れさんでした。はい、失礼します。